しかしクレイジーラ君早いぞ。ファイドもスモーク、ペイントだ、構えてる、いい角度だ、これは入るかどうだ、抜けた、ちょっと当たり、そうですね、弱かったか、背後をついている、ゼファーの鍵が見えました、ファイドスモーク、侵入は許す形になりましたね、マンチキンが歩いてくる、メリューサがその間に設置、ただこれ、シャッター閉めれないですね、マンチキンダブルキルいくか、いや、ゼファーが返している、そこにカワーが入った、残ってるのは1名、ゼファー、スモーク上から、ワンチャンスを狙った動きですね、これは、ただ体力かなり削られてしまっているので、バリオーブ展開から解除を狙う、少し動き遠いぞ、どうだ、ガチで解除するか、いや飛び込んできたか、ここでクラッチ、一気にサイトに侵入していった、映っていく黒、いいペイントなんだ、マンチキンがその間にゼフ、サイト内にいた黒、ゼファーを返している、中にもう一人いるんですよ、バックサイト、さあ、スパイキャラ落ちるか、ショックボルト、いいショックボルトだ、さあ、残ってるのは1名、キラです、最後ついた、ワンワン、これはちょっともったいなかったですね、ネスの体力は少ない、14パロディア構えて視界を奪った、最後の一発ギリギリ取り切った、リコン映りましたね、映りました、ここで取り切った、ここでバックサイトの姿はなくなった、ソンサイトどうだ、マンチキンがいい角度で見ているか、リオンがプラント、メデューサ解凍スモークすれ違っている、ゼフマンチキン落とした、ゼファ弾がないぞ、人数状況はイーブン、メデューサが前方落としてマーケットから挟んできているのはキラー、3on 2パロノイア、ゼファーの背後はしっかりメデューサが見ている、残り時間はもう少ないぞ、取り切れるかどうか、難しい状況ですね、クレイジーラ君追いつけるか、いいカバーだ、さらにもう一枚飛び込んできたところ、ゼファーがダブルキル、これでレイズ使いとしてはたまったもんじゃないですからね、まあ、ね、さあ人数状況イーブンでブランド成功、クレイジーラ君、あ、メデューサがこれ配動してるのでここに気づくかどうかですね、さあキラがマーケットからマンチキン配動スモーク落として飛び込んでくるメデューサ、うん、対応した、ヘッドショット、そのまま取り切ったメデューサ、どう選択、いや、モーターの上乗りましたね、モーターの上もう一回乗りました、さあここでショーストッパーを切りました、配動スモーク当たらなかった、ただ当たらなかった、ダメージは少し入ってるか、いや入ってない、さあどのタイミングで入っていくかチーム探してます、ここでアビリティ合わせましたよ、右側にいるぞ、うん、ここが立った、残ってるのはマンチキンだけだ、スモークの中、いや、状況逆転しましたね、ダークカバーの中にいるぞ、背後ついた、うん、ここはお見事、さあシャッターメンネス、黒がオーディンで抜いた、スパイク落とした、このオーディン強いですよ、マンチキン動けないこれ、マンチキンは囲まれている状況、うまい、黒落とした、またもう一人いるぞ、ブラックフィズ、うん、いい対応だ、残りはミッドに忍び込んでいたゼファーです、うん、待っていた全部オフアングル、さあさあガイディングライトを縦にそのままゼファーも続いた、ネスとゼファーが B サイトを2名で守っていたところではあるんですけれども、今回メイン側とそしてここのマーケットの横、どうだ、全部が落ちました、これ体力回復ですね、ミッドからマンチキンも来るかというようなこのハサミの動き、あ、リオのポジションちゃんとドローンで見ましたね、さあメデューサが前方落とした、クレイジーラ君が大幅人数有利、うん、スポンサイドに残っているブラックウィズ、マンチキンがさらに裏を取ってマーケット入りましたよ、ここでドローン、完全にオールドローン、これは強いですね、この間足が止まっているところに後ろからはマンチキン、これでマンチキンの位置に気づいたかな、気づきましたね、おお、でもハイドンスモーク、ただもう一人隠れているぞ、ブラックウィズがいます、そうですね、ドローン飛ばしてたのね、ブラックウィズの場所分かってます、しかしマンチキン、そうなんです、ドローンでバレてるんですよね、そしてニューラルセフト B サイトの情報もつかめた、これは B 取りです ね、 ね、ただ中にいる黒がどれだけ粘れるか、体力が少ないマンチキンを取っている、2メートルのピーク、なんとか耐えているが難しい打ち合いですね、運ぶようなポジションです、打ち勝っていく、マーケットにいる、どう使った、ダブルキル、もう時間は少ない、選択の余地はないぞ、そうですね、中にはネス、うん、ここはあえてどうゼファー落とした、いや、しかしネスがカバー早い、エンプレス打ち上げ、おーっと、キラーを破る、ここでスパイクが落ちた、落ちましたね、これで攻めにくくなった、おっと、ただリオンも裏付いてる、ジャッジ構えているが、ただのやこの距離は苦しいぞ、うおー、おー、対応した、リオン打ち勝って店に入るところを打つような位置です、これは姿を映った、仕留めなければいけませんが、仕留めた、人数を使って全部が落とした、前に出るぞ、
リオンバレたか今の。体力がないぞ。うわー、キラーが打ち勝った。ワンオンツーになった時点でリオンもリポジですね、ポジショニング変え直して、そこでこうちょっとワンワンを作りやすい前目の位置を取りに行こうとしたんですけれども、マーケットの入りも早かったですね。さあここは差をこれ以上広げず攻守交代となります。クレイジーラクーンもね A4 なの で B は一応あの A 中にいるマンチキンがカメラで見ていますね。さあ早い動き、これは噛み合いましたよ。いやー、ただゼファーマンチキンと続いた、メインに取り残されている。奥にはゼファーです。さらに奥だがブラックイズ寝相取った、丁寧に前に行った、黒が取った、まだチャンスあるか。ただマンチキン、いやマンチキンの対応が素晴らしい、粘っているマンチキン、倒せない。やっぱ A だなと断定できます。スモーク返ってきたところ、パラノイア構えているリオンです。 A ショート飛び込んでいった、どうだ、どうだ、2つ3ついくか。いやここハイドンスモークギリギリで返した。マンチキン後ろをつけている、抜いた。さあメインに固まってるぞ、ね、か中に2人で、いやいいピーク。最後はゼファーが決めて、これはゼファー大変だ。さあネスワインから入ってきた、そのままキルを取った、サイト中、やばい、もう一丁トリプルキル、4つ目まさかあるのか。いやこれ2個メデューサー、いやただお見事です。クレイジーラクーン、そうですけどいきますか、2人で打っちゃった、1つ取ってここで人数入り、ファーストブラッターメデューサー、しっかりとカバーもつけてましたからね。仲間は死なせない、起こしたらロケットがやってくるぞ。これは当たってますね。さあメデューサーキルを取りましたが、黒がしっかりを削ること、あ、シールド削ることができましたから、オリオンも勝負する。周りで打ち勝って全フォーとして2名生存、チーム探してます。ツーオンフォーというシチュエーションはかなり、チーム探してます。苦しいです。さあゼファーショートから覗いていた。ガイディングライトも飛ばしているが、ここはいらないか。いやガイディングライト。さらにはパラノイア。そう、地獄の追い込み量で取り切りましたね。バンダル3本、スペクター1本、ジャッジ1本。ここに一気に行くかクレイジーラクーン、アルティメット使えそうですね。さあチーム探してますが、一気に攻めた、姿見えた、メデューサ落とした、マンチキンが黒落としている、負けても締めた、ヌに当てていく。さあチーム探してます、これで一気に行くことに成功しました、プラント成功です。リオンが裏詰め、待ち構えているのはブラックウィズ、勝つかどうか。いやいいピークですね、ショルダーピークで一方的に情報だけ取りましたよ。さあガイディングライトも飛んできている、あーマーケットからネス、確実に1箇所1箇所潰していきますね、クレイジーラ君。さあ行く先にダークカバー、ジャッジを構えている、ハイドンスモーク重要ですよこれ、ジャッジであればいくらでも勝てます。2人いるぞ、ハイドンが飛び込んできた、ネスが上から、ゼフがネスのカバーに入って、ゼファーゼファー、そのまま取り切った。手にはネスがいるが、ファーストブラッド、ガレージを抑えた、ブンボットを構えている、ぐらいパラノイア、いい返し、いやただフェイント弾ドアの前にある、これは下がりますね。そしてここにはブラックウィズが侵入してきている、ゼファーがいるが、ヘッド見えている、わずかに見えていた、一瞬見えましたね。さあですがブラストパックを使って箱の上に乗った、これは音聞こえてましたからね、ハイドンスモーク取り切った、ステージ裏から見えているがどうだ、これどうかした、残っているのは1名、キラーです。この距離難しいか、ヘッド押さえて、おっとこれちょっと弾はないぞ、形が崩れた、おーリオンが押さえた、うん、近い距離で打ち合えればまず一撃で倒せる強みっていうのが一つある、プラス相手はエコラウンドなのでアーマーがない、大体一撃ですよね、そうなると、でプラスこの連射力というところがあります。チーム探してます、今ここでネス、アルティメットで粉砕、黒ハイドンスモーク、ショートから上がってリオンを落としました、しかもジャッジのネス、いやそうですね、体力が少ないぞ、後ろをついたがカバーでゼファー、カバー早い、そのままゼファーが2つ取りました、締め切った、これはチームシールドを削られずに勝利することができたので、クレジット差がこれでかなり大きくなります。やっているとブラックウィズがあそこからちょうど上のマンチキン解除を狙う、これそうなんですよ、ハーフまではいかなかった、ハーフまでいけないかな、いけなさそうですね、リオン体力は11、解除が一番難しい状態です。で2発目の上がってますね、スネークバイトも打って、さらにはショートストッパー、リオンがダブルキル、ガレージから上がってきている、メデューサが解除中、耐えたか、ただブラックエッジが2つ取った、削りましたね、
を起動してパロイヤ見つけてるぞ。マンチキンがスモーク、ハイドスモーク落としましたが、ここはキルトレード。シーカーも飛んできている、いいシーカーですね。上からセーフ、そこにはデフォーが返している。さあブラックウィズバイパーズピット来ましたよ。さあここで姿は見えていない、プラント成功。ここでアルティメット入っているが当たってない、当たってませんね。キラーが2つ取った、そのまま黒ネスを取った。ペイントランを入れるのかな。ファイドスモークブラストパックを利用して銃口を見えた、取られた。カバーが入ってくる、ブーンボット構えてしまった。メデューサダブルキル、トリプルキルだ。持っていった、キラー返すものの十分だ。ここでゼファーがシーカー残りのメンバーを特定しに行く。飛び込んできている、構えていた、無駄だった。メインにはキラー、ガイディングライト視界を奪いながら、もう一度やるぞ。バレてます、タイミングバッチリ、人数をかけるだけ。ゼファーを取り切りますが、袋コーチだ。でしっかりとその窓から降りる敵を見てるわけではないというのはちゃんと方向が言ってました。残り1名。ネスがもうウィンドウまで近づいている。早い段階で攻めたいが、ハイドスモークが来てるか。ここでシーカー裏取ってるんだよな、ネスが。ウィンドウにいたキラーを落とした前目マジキン。ここはブレードストーム飛び込んでいった。ここの距離打ち勝っていった。さあ残ってるのはメデューサだ。ガレージに姿があるが、バイパスピット、この目の前の勝利を確実に取りに行くか。飛び込んでるぞメデューサ、プラントを見ている。ステージ裏、ここで毒の霧が晴れた。明確な場所は分かってない。ステージ裏体力は51、全負。後ろはつけているか。あー、ここは当たらなかった。ラスボスではありますけど、ラスボス2人がここにチーム出してますからね、グループ B は。ボスラッシュなんですよねこれ。大変ですよ、うん。さあキラー、アルティメットを起動。いや、マンチキン待ってる。カタイが2人で取り切った。ただリオンもいるぞ、リロードしてる。もう1人は見えている、待っている。油断がやっぱりありますよね。メデューサが打ち勝った。この常識で測れないんですよ。高く飛ばしてペイントダウン、メデューサ前に行った。ペイントダウン見たもあるが、ここは全負。ただ本体 A 攻めですか。ええ、スパイクは A 側にあります。マンチキン体力少ないが打ち勝った。体力ないんですけどね、強気にいった。ギリギリあと一発与えられるというところですけど、スパイクを設置。ブラント成功はチーム探してます。ハイドンスモーク残り体力30、強引にポジショニング。二段は許されない。そしてペイントランで相手を後ろに避けたタイミングで前に出るか。クラウドバーストを使用するが、ここにパラノイア、マンチキン体力少ないのに打ち勝っている。ただ壁を抜いてブラックイズ、リオン、フレーズ残ってるぞ。ブラックイズ体力11、体力お互い瀕死です。捉えた、ワンチャンスか。お互い体力ありません。ブラックイズ取れるか。いや当たってない。あー、すれ違った。リオンが取り切ありますけど、マンチキン姿見えたか。いやでも入るのが早いですね。これネス間に合わないかもしれません。全力でかわしてきた。そしてそのまま取り切った。今ウゴがクレイジラ君としては取れれば、うん、ここまでの差をつけて取れれば非常に大きい。そうですね、今の段階ではこの4チームの中で最下位というのはクレイジラ君ですから、ね、ここで大きく差をつけて勝利することができれば、まあ、かなりプレーオフ、うん、この間が危ないんですよ、通るのが。ここにはアルティメットで抜けています、うん。さあブラックイズスネークバイト、おこのまま おしゃ乗っていない。おしゃれですが逃げられました、リオンはそのままサイト奥まで。いや落としている、うん、ガショズ、おお振り向いたブラックイズ。残ってるのは1名ロング、マンチキンです。当たってる、当たっているぞ。ワンワンワンだ、ブラックイズ3人体力ほぼイーブンです。ここでトキシックスクリーンが効いた。どうだ、また抜くのか。わー抜いた、